ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、今すぐポッドキャストを始めるべき理由ですね、お話していきます。ポッドキャスト始めた方がいいですよっていうことはですね、もう何度も言ってきてるんで、まあまたかっていうふうにね思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、今までちょっとね話してなかったようなことも含めてですね、今回はお話していきたいと思います。まあこの音声聞いてる人はですね、ポッドキャストやってる人も結構いると思うんで、もう今すぐ始めましょうよみたいなことね言わなくても、もうやってますっていう人もね、いると思うんで、そういう人はまあどういうメリットがあるのかっていうことでちょっとね、聞いてもらえればというふうに思うわけですけど、最近ですね、こういろいろニュースとかを見てると、このまあ音声媒体ですね、ポッドキャストがすごくまあこうなんていうんですかね、いろいろ新しいですねことが始まっていたりとかするんですよね。Apple ポッドキャストがサブスクリプションというかね、有料コンテンツを配信すると、まだ日本は始まってないと思うんですけど、アメリカとかからやこう先行して、今まではこう Apple Podcast ってその無料で聞ける、ね、ポッドキャストばっかりだったじゃないですか。それをちょっと有料バージョンも出すみたいな、 Spotify がもうやってると思うんですけど、有料コンテンツを出していくということですね。だから、まあ、ゆくゆく近い将来ですね、まあ、自分の音声コンテンツとかを有料で販売してマネタイズすることもできるということになると思います。それ以外にもいろいろ動きがあって、昨日ですね、ちょっと YouTube 動画見てて、バズスプラウトっていう、ホストがあるんですけど、そのバズスプラウトの人たちが話をしていたのは、なんか Facebook もですね、その音声媒体になんかこう始めるんじゃないかみたいなことをね言ってたんですよ。音声媒体を始めるというか、なんか音声コンテンツをそのフィードの中にこうより何て言うんですかね、取り込みやすくするというか、今までこう YouTube 動画とかをね Facebook の、 このフィードに貼ってる人とかっていたと思うんですけど、まあ音声によりこう互換性を持たせるというかみたいな試みをしていると、まあ要するに音声に力を入れていくみたいなことをですね Facebook がやってるらしいんですね。だからすごくその音声のポテンシャルが非常にあるっていうことですね。で、先日またですね、ちょっとそのパッド・フリンの、ポッドキャストの、ね、講座ちょっと見てたんですけど、グラフがあって各そのメディアというか媒体のエンゲージメントを表したグラフがあるんですよ。で、それを見るとですね、ポッドキャストが圧倒的にエンゲージメントが高かったんですね。まあ、エンゲージメントって簡単に言うとですね、いかにこの離脱率が低いかってことですよ。例えば YouTube 動画を見ていて10分の動画があって、10分の動画なのに最初の1分で離脱してしまうとか、そういうものはエンゲージメントが低いですよね。ブログ記事だったらブログを訪問して10秒で離脱するとかっていうのは、エンゲージメントが低いっていうふうに言うわけですけど、そういうブログ、SNS、YouTube と、あとポッドキャストとある中で、ポッドキャストが圧倒的にエンゲージメントが高いんですね。おそらくこの音声を聞いてる人もね、そうだなっていうふうに思うと思うんですけど、ポッドキャストって一回聞き始めると、多分ずっと聞いてると思うんですよ。それは、単純にその、ポッドキャストの内容がいいとかっていうことだけではなくて、その聞いている時の状況もすごく大きなですね影響を及ぼしていると思うんですね。ポッドキャストって基本的に何かやりながら聞く人が大半だと思うんですよ。運転しながらとかね、なんか料理しながらとか、お風呂入りながらとか、歩きながらとかね、いろいろあると思うんですけど、基本的にながら作業で聞いている人が多いと。ってなるとどうなるかっていうと、よっぽどですね、その音声がひどかったりつまんなかったりとかしたらですね、わざわざこうスマホを取り出して停止ボタンを押したりすると思うんですけど、普通に聞いてる分に問題ないんであればですね、おそらくわざわざスマホを取り出して停止ボタンを押すってことはしないと思うんですよ。
つまり、まあ、最後まで聞いてくれる可能性が高いというわけですね。だから今までこう自分のですね経験を振り返ってみても、確かにポッドキャストって最後まで聞いてることが多いなっていうふうに思うんですね。 YouTube とかだともう動画の途中でね、特に長い動画とかってもう全部見るのめんどくさいから、もう見たいところだけ見れたらもうあとはねいいやっていう形でこう閉じてしまったりするんですけど、ポッドキャストなんかずっと聞いてるようなイメージがあります。でこのエンゲージメントが高いとですね、やっぱりこうファン化につながりやすいというか、接触時間も長くなりますし、特にこう自分の声をですねずっと聞いてもらうことができるので、より親近感とかね愛着とかそういうものを感じてもらいやすくなるっていうふうになるので、やっぱり今後ねこのファン化とかキャラクタービジネスっていうのはすごくまあ重要になってくる中で、このポッドキャストを使わない手はないんじゃないかなというふうに思うわけですね。でポッドキャストのいいところはですね、やっぱり圧倒的にこの参入者が少ないっていうところですね。ブログにせよ YouTube にせよ、まあめちゃくちゃ競争相手が多いわけですよ。でそんな中で自分をですね見つけてもらったりとか選んでもらうっていうのはなかなか難しいんですけど、ポッドキャストってやっぱりですね全然いないんですね、そういう競争相手が。チャンネルはね結構あるんですけど、今でもアクティブに活動してるチャンネルってなんか見つける方が難しいんですね。その直近でエピソード上げてるようなチャンネル、まあそのプラットフォームにもよるんでしょうけど、昨日もなんかちょこちょこっとヒマラヤとかねいじってたんですけど、なんかもう全部こうアクティブじゃないチャンネルばっかりなんですよね。最近までこの1週間とか、まあ、1ヶ月とか以内にエピソードアップロードしているようなチャンネルって見つからなかったんですよね。まあ、探し方があれだったのかもしれないですけど、ってな感じでみんなこうどんどん脱落していくんですよね。だから続けてれば勝手に自分が目立つというか選んでもらえるわけですね。なので実際僕もですねブログも YouTube もポッドキャストもやってますけど、 YouTube の視聴回数よりも、ポッドキャストの視聴回数の方が圧倒的に多い。大体3、4倍ぐらいかなあるんです。ポッドキャストの方が圧倒的にやっぱその聞いてくれるそのエピソードあたりですね、聞いてくれる人数が多いわけです。なのでやっぱりこのポッドキャストね、ユーザーの全体数がこう少ないっていうふうに思うかもしれないですけど、それ以上に競争相手の方が少ないので、やっぱりねちゃんとやってればYouTube をやるよりもたくさんの人に聞いてもらうことができるっていう媒体がこのポッドキャストかなというふうに思います。なので、まあ、やらない手はないんじゃないかなと思います。さらに、まあ、この今のね業界の感じを見ていてもですね、今はマネタイズなかなかできないと思うんですけど、まあ、ゆくゆくですね例えば広告がつけれるようになったりとかすると思うんですよ。でその段階からスタートしてもなかなかねその収益化、実際にお金が稼げるようになるまで時間かかると思うんですけど、その時までにですねチャンネルが育っていれば、もうあとは広告を貼るだけでもう勝手にですね収益が発生するっていう状態が作れるわけですよ。だからその時が来た時のためにですね、今から番組を育てておくっていうのもすごくありだと思います。まあ、この広告が貼れないとかね、マネタイズがやりづらいとかね、今の段階では広告のマネタイズができないとかっていうのはデメリットでもあるんですけど、メリットでもあると思うんですね。僕はやっぱり例えばですねこう YouTube の広告にしろ、ブログのアドセンスとかね、そういうものアフィリエイトとかそういうものにしろですね、まあマネタイズができると変にこうね稼ぎたいっていう欲が出て、なんかその有益な情報を発信することよりもこう自分のねお金儲けのことばっかりを優先して考えてしまうことってあると思うんですよ。でも今こうポッドキャストをですね継続することができている人っていうのは、もう純粋にねその役に立つ情報を発信したいとかっていうことだと思うんですよ。視聴回数をねなんかインチキして稼いで大量に儲けてやるみたいなことってないと思うんですね。でも YouTube とかブログだとやっぱりそのねアクセス数が増えれば自分の収入も増えるから、すごくまあブラックな手というかね、インチキをして、まあそのルール違反ですね、ルール違反をして稼ぐみたいなことをしてしまう人もいるわけですよ。でもそれって短期的に見るとですね確かに稼げるかもしれないけども、結局自分の信用を失うことになる、長期的に見ると稼げなくなるっていうことになるわけですね。でもポッドキャストってのは基本的に今の段階でね広告を貼ることができないので、もう本当に純粋にですね価値提供にフォーカスすることができるわけですね。
そして価値提供することによって、まあ、信用構築につながりますよね。だから変にその欲を出さなくていいっていうのが、まあ、このポッドキャストの、ね、メリットでもあるかなというふうに思います。ここで変に広告を貼ってマネタイズできるっていうふうになったらですね、おそらく欲を出してそういう、ね、ルール違反をする人間が出てきたりとかすると思いますし、まあ、今後ポッドキャストがですねそういう広告貼れますみたいになったら、おそらく大量にですね参入してくる人が増えると思うんですね。そうするとやっぱりその段階からね、同じスタート地点からスタートしてもなかなかちょっとね抜きに出るのは難しいけども、すでにもうね何メートルの先からスタートして、もうすでに先を走っていたら楽かなと思うので、まあ、今後ネットビジネスというか、まあこういう情報発信ですねをしていくんであれば、ポッドキャストって本当に気軽に、ね、収録アップロードできますので、やっておいて損はないかなというふうに思います。まあ、ぜひですね参考にしていただければと思います。